ファビアン・カリーニは、ウルグアイのモンテビデオ出身の、元同国代表サッカー選手である。現役時代のポジションはゴールキーパー。8歳の頃から在籍するダヌービオ FC で、プロデビューした。2000年、SS ラツヨに移籍しかけたが、ユベントス FC に移籍した。ユベントスでは、エトビンファン、デルサールや、ジャンルイジ・ブッフォンの控えを務めた。2002年、アーセナル FC に、 レンタル移籍目前だったが、ベルギーのスタンダール・リエージュに、レンタル移籍した。リエージュでの2年間は、カリーニンがレギュラーとして過ごした数少ない期間である。試合中に PK を決めたこともある。2004年、ファビオ・カンナバーロとのトレードで、インテル・ミラノに移籍する。しかし、フランチェスコ・トルドの壁は厚く、数試合にしか出場できなかった。トルドの退場で訪れたセリエデビュー戦では、 pk を止める活躍を見せている。レンタル移籍したカリアリでも、アントニオ・キメンティにポジションを阻まれる。2007から8年、5期を過ごしたイタリアに別れを告げ、スペインのレアル・ムルシアに移籍する。ムルシアには、パブロ・ガルシアやマリオ・レゲイロなど、ウルグアイ人選手が多数いた。11試合に出場したが、チームは2分に降格した。2008から09シーズンは、 出場機会が減少している。2009年には、ブラジルのアトレチコミネイロに移籍2011年には、母国の CA、ペニャロールに加入した。1997年の、ワールドユースマレーシア大会では、準優勝を飾った。同年の南米ユース選手権でも、準優勝した。1999年の、ワールドユースナイジェリア大会では、準決勝で日本と、 対戦して敗れた。カリーニはこの大会のベスト11に選出されている。同年6月17日のパラグアイ戦でウルグアイ代表デビューした。この試合では PK を2本も止めている。同年7月のコパアメリカではグループリーグでは3位だったが、準々決勝、準決勝と PK 戦で勝利を収めた。決勝でブラジルに敗退し、準優勝だった。 2002年の日韓 W 杯では一時リーグで敗退した。2003年途中からは、CGK の座をセバスティアン・ビエラなどに譲ったが、2005年途中から、CGK に復帰した。2006年のドイツ W 杯では、大陸間プレイオフでオーストラリアに敗れた。2007年のコパーアメリカでは、グループリーグは3位だったが、準々決勝でベネズエラを破って4位に入った。 2008年夏、不安カスティージョにポジションを奪われ、翌年代表から退いた。ありがとうございます。